ジマ王の手下との戦いに疲れたハオはとうとう病気で寝込んでしまいました。こういう時私が何か栄養のあるお料理を作ってあげられるといいんだろうけど。お前の料理は死んでいる。素材が泣いているぞ、ハオ。どうした我が息子よ。まだまだ修行が足りんぞ。料理は力、力なのだ。なんだお前は。クミンを離せ。ハオ、クミン。大丈夫？怖い夢でも見たの？ああ、大丈夫。ハオ、まだ無理しちゃダメよ。ああ、それより俺、上言で何か言ってなかったか？え、ううん、何も言ってなかったよ。そうか、ならいい。私、ハオのために何もしてあげられないのかしら。私ったらいつもいつもハオに頼ってばっかり。でもそれじゃダメなのよ。私だって何かしなくちゃ。このままじゃハオの足手まといになっちゃう。でも私にできることって言ったら、はあ、何も浮かばない。お嬢さん、お困りのようだな。誰？驚かせてしまったようだな。あなたは味影さん？いかにも。誰が呼んだか忍者戦士、少女の憂いを拭うため正義の料理人、味影参上。とにかく中に入ったら。そんなとこにいたら風邪ひきますよ。心配ご無用、忍者は風邪などひかん。え、本当？じゃあハオの風邪も治せるかな。ん？なんだ、やつは風邪をひいているのか。ええ、なかなか良くならないみたいで。何か栄養のあるものを作ってあげようと思うんだけど、私お料理下手だから。愛情、真心、思いやり。え？君には君自身まだ気がついていない力がある。料理は技術ではない、心だ。相手を思い、誠心誠意、心を込めた料理がまずいはずがあるまい。料理は舌だけで味わうものではないということを忘れてはいかん。誠心誠意、心を込める。そうだ、
これからもハオは様々な試練にぶつかるだろう。そんな時、ハオの心の支えになってやれるのは君だけだ。これは拙者からのプレゼントだ。ハオを頼んだぞ。これは忍法健康回復料理の作り方。ありがとう、アジカゲさん。アジカゲさんか。君には君自身まだ気がついていない力がある。私の力、人を思う心。よし、やるわよ。ラララララルルル。大丈夫かい？こんな森の中で女一人じゃ危ないよ。誰？ほら、このキノコ、あんたのだろ？私が取ったのも分けてやるから、さっさと帰りな。ありがとう。でも、あなただって女じゃないですか。私は、へえ、旅の料理人なんですか。ああ、どうしても倒したいやつがいてね。ここにはそのための修行に来たってわけさ。あんたは？私はその友達が病気なんで、お料理を作ってあげようと。それでわざわざこんなところまで食材を探しに来たのかい？まあ。男だろ。違います。別に隠さなくたっていいじゃん。こんな可愛い子に看病してもらえるなんて幸せな男だね。そんな。よし、気に入った。私が料理を教えてやるよ。こう見えても腕は超一流だよ。ありがとう。アニス、アニス・シャウチャーだよ。ありがとう、アニス。私はクミン・シャミーよ。よし、クミン、そうと決まれば早速私と勝負してもらおうか。そんな、いきなり勝負だなんて。私のポリシーでね。腕は勝負の中で磨くのが一番。料理は勝負さ。常に真剣勝負でやらないと、相手に思いは伝わらないよ。そうね。アニスの言う通りだわ。ただでさえお料理下手なんだから、せめて真剣に気持ちを込めないとね。心得その1、恋は常に真剣勝負。相手に思いを伝えるために全力を尽くすべし。その1、ハオのためだもの。クミン全開、愛のエナジー 100%。 こ
恋する乙女のパワーを見せてやる。わかったわ、アニス。私頑張ってみる。いい返事ね。それじゃあこのうなぎで勝負よ。行くよ。いざ。クッキングバトル。開始。それじゃあ私もちょっと本気を出すわよ。スパイシー三連撃。すごいすごい、アニス超一流っていうのはハッタリじゃなかったのね。どうしたんだいクミン。足をひねっちゃったみたい。どれ、ちょっと見せてみな。待て、クミンに何をする。ハオ。ハオ、どうしてここに。胸騒ぎがしたもんでな、心配で来てみたら案の定お前のピンチだったってわけだ。それにしてもアリス、まさかこんなところでお前に会うとはな。それはこっちのセリフさ。あんたとこの子が知り合いだったなんてね。ちょうどいい、この間の礼をさせてもらうよ。アニス、それじゃ倒さなくちゃならない人って。そう、この男さ。そんな、アニス、よくもクミンに怪我をさせてくれたな。100倍にして返してやるぜ。待って、ハオ、この怪我は。行くぞ、いざ。クッキングバトル。調理開始。その子に助けてもらったっていいんだよ。
ハオの心の支えになってやれるのは君だけだ。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 うん。わかったわ、アジカゲさん。ハオ、私、あなたのようにお料理うまくない。でも、これ以上、一人で戦うあなたを見てられないの。まだまだ足手まといかもしれないけど、私、あなたの支えになって一緒に戦いたいの。お願い、ハオ、あなたの力になりたいの。クミ、お前。炎よ燃えろ、二人の情熱。愛よ輝け、二人の思い。私の思いを受け止めて。クミ、俺もお前のことが今、二人の心が一つになって。おお、愛には骨のあるやつかと思っていたが、素人のクミンと勝負して怪我までさせるとは。待って、ハオ、違うの。アニスは私に料理を教えてくれていたのよ。何？ハオ、この料理を食べてみて。これはお前が作った。あ、このうなぎの炒め物は、口の中でうなぎの皮がパチパチプチプチと、この食感楽しすぎる。なんだか歌い出したくなってきたぞ。心が晴れ晴れと、
澄み渡ってゆく。ああ、みなぎる。全身に力がみなぎっていく。元気もりもり、風が治ったぞ。どう？アニスはあなたの風を治すためにこのお料理作るのを手伝ってくれてたのよ。この怪我だって私のドジが原因よ。アニスのせいなんかじゃないわ。アニス、お前まさか相手があんただったとは思わなかったけどね。あんたと戦って私も少しは成長したってことさ。あの時のあんたの言葉、どんな香辛料よりもスパイシーだったよ。だがね、忘れるんじゃないよ、ハオ。あんたは必ず私の手で倒してやる。きっと近いうちにね。じゃあな。私も好きだよ、あんたのそういうとこ。けど、次に会うときはお互いライバルだよ。うん。え？なんでクミンとアニスがライバルなんだ？さあね、女の戦いは料理だけじゃないってことかな。はあ、なんだそりゃ。もう、ハオったら料理以外のことはからっきしダメなんだから。うまくいったようだな。これからお前たちは数多くの困難にぶつかるだろう。しかしお前たちの結びつきが本物なら何も恐れるものはない。愛の力は無限大だ。お前たちの成長を楽しみにしているぞ。かな。はあ、やったな。アジ四天王、某水産。料理人とは罪深き者。ハオの暗い過去につけ込む美しきバラ、アジ四天王フォー。忍者料理人アジカゲの言葉がハオに新たなる力を与える。次回クッキングファイターハオ第7話、馬も豚も同じ生き物。流した涙が味を深め